マングローブ林川口の衛星写真仲間川は沖縄県の入り表島を流れる二級河川である流域は入り表石垣国立公園に含まれる道東南部の南部岩岳付近を源流とししばらく北流した後海岸に並行して東へ流れ島東部の中間港に注ぐ全流路のうち川口川半分ほどは勾配が緩やかで蛇行しながら流れている 下流から川口部にかけては三角港が形成され、川口付近では川幅が200メートルを超えるところもある。河口には1952年の入植により形成された佐岩の大富、1938年と1941年の新城島からの集団移住により形成された右岸の大原の二つの開拓移民の集落がある。また、川口右岸には仲間港がある。 両集落を結ぶ仲間橋は1956年にアメリカ陸軍によって鉄骨作りの仮橋が架けられ、1968年にコンクリート橋となったもので、現在の一部コンクリートの構成橋は1991年の竣工である。かつて河口にあった仲間村から来ていると考えられている。方言では仲間ガーラという1884年頃に、 入り表島を調査した田代安定は、この川の名称を、浦田川、別名、前川と記録している。新城島からの移住者は、この川をなハから、またはナハからと呼び、上流の渓流域を、やあらぬカと呼んだ。川口付近中流左岸の斜面には、八重山やしが群生し、ウブンドルの八重山やし群落として、国の天然記念物に指定されている。 下流にはおひるぎ、お昼着、目昼着、八重山昼着などからなる、日本最大の面積を有するマングローブ林があり、これも、仲間川天然保護区域として、国の天然記念物となっている。川口北岸には、無土木キの仲間第一貝塚及び下田原木の仲間、第二貝塚の二つの貝塚があり、共に、沖縄県の史跡に指定されている。河口にはかつて、 1711年に竹富島や新城島からの移民によって左岸に成立した中間村や右岸の早見村があったが、マラリア流行のためともに明治時代に廃村となった。流域の山は新城島や波照間島の島民の材木伐採地となっていて、1850年頃、潜在を切り出して船の修理を行っていたという。また、流域には、 新城島からの通い工作による水田が分布しており、川口右岸にあった水田は、ウパルダと呼ばれていた。河川では遊覧船やカヌー等によるエコツアーが行われている。ツアーを行う業者らは、自然環境の保全と持続可能な利用を目的として、高高速度の規制、エンジン付き船舶の席数制限。 野生動物の最終禁止等を定めた仲間川地区保全利用協定を締結しており、2004年6月に沖縄県の認定を受けている。ありがとうございます。